皆さんこんばんは。10分ピアノ、ボリューム7ということで、リチャード T を愛して早30年ということで、今回7回目、となりました。久しぶりの登場なんですけど、今回はですね、冒頭にも弾いたように、Signed Sealed Delivered I'm Yours という、スティービー・ワンダーの曲なんですけど、今日はこの曲を取り上げたいというふうに思います。なぜ、この曲を取り上げるかと言いますとですね、ついこの間ですね、オランダから16歳の少年からですねメッセージがありまして、リチャード T のピアノにハマって7ヶ月になると、なんとかこのスタイル大好きだから弾きたいんだということでメッセージをくれた時にこの曲をリクエストしてくれました。本当に人事じゃなくてですね、自分も16、17、18の時にこのピアノスタイルにハマった、自分もハマったんで、同じようなこうね、時間差はあるんですけど、なんか同じようなところに一緒にいるような気がしてですね、まさしくこの10分ピアノ、本当にその当時こんなのがあったらいいなって思った、そんな思いで、まあ、作ってます。それでは行ってみましょう。それではボリューム7の、レッスンに行きます。冒頭にも申し上げましたけども、この曲はですね、ライブによっても、一緒にやる人によっても毎回弾き方が違います。なので、まあ基本形、ニュアンスでこういう練習をすればいいなというものを織り交ぜて、簡単に、したものを弾きたいというふうに、思います。それではですね、まずこの先ほど弾いたところから4つのパートに分けて練習するんですけども、まずその頭のイントロの部分ですけども、右手は基本的にはこのファーの音をずっとこう弾くっていう形なんですけども、左手がこれを合わせると、もう一度という、形で練習すればいいと思います。で、次の、テーマの入り口ですね、この部分は、どういうパターンを練習するかというと、左手はファーの音です。で、右手なんですけど、今回練習するのはこのパターンです。ファ、A、C、F で真ん中のこれが動くだけです。これをちょっと、リズムでやると3、4、この部分ですね。 D マイナーで半音下がる、 D フラットマイナーで、右手が B、F7 で左手が C、ここまで
このパターンを練習します。動きとしてはこれですね。で、この部分です。で、次の2つ目の練習する、パターン、これがね、B フラット、7のキーの時に、やったらいい練習がですね、まあこれキーで言うたら、B フラット7なんですけど、よく、出てくるワーク、パターンがですね、このニュアンスは非常によく、出てきます。B フラットなんですけど、下のこの音が半音上がったり下がったり上がったり下がったり半音ずつ上がる、このパターンですね。まずこの動きを覚えてください。で、これを、皆さんもし、リズムで練習する場合は C4、 まあこれ次のところです。これを練習すればいいと思います。で、次のコード進行はですね、これ曲で言うと、のところはキーとしては、左手が C で右手が、G マイナーですね。だからさっきの、ところと続けると。このパートです。で、曲で言うと次また。というふうに出てきます。で、次、4つ目ですね。に、練習する、ポイントがですね。パラパタラ。この、部分なんですけど、これ、F7 と、B フラット7ですね、の組み合わせなんですけども、ここでまずよく練習すると、パターンが、パッシングトーンですね、右手が半音ずつ下がっていきます。 F、A、D、 で左手も B フラット。もう一回やります。これですね。で、曲で言うと B フラットが次出てくるので、さっきやったやつですね。分解をすると、この4つのパターンを分けて、練習をすると、あとはつなげたら、このサインドシールドの、パターンになると思います。で、本当はですね、やるときは結構ね、左手と右手のこのパラディドルっていうか、こういう、ニュアンスを使うんですけど、これちょっともう動画でやるとややこしいので、基本形としては最初の部分を4つのパートに分けて練習をするとまずいいと思います。これがサインドスティールデリバリーとですね、まず基本編ということで、今日のレッスンはこれで終わります。以上です。
はい、これでボリューム7を終わります。皆さんいかがでしたでしょうか。このね、曲の中での練習で、この素晴らしい T のニュアンスっていうのはですね、実はものすごくたくさん入ってます。で、練習方法って、本当に効率のいい練習方法ってなくて、僕はですね、このメトロノームとか何か鳴らして、ひたすら同じことを、繰り返す。で、うねりをつかむっていうかね、この波をつかめるまで、感覚的につかめるまでずっと繰り返しやるっていう、これが一番の早道やなっていうふうに思うので、皆さん、楽しみながらですけど、根気強く、やっていただければなというふうに思います。それとですね、僕実は今日はピアノですけど、前回ローズピアノ、マイスウィートネスとかですね、やった時にローズピアノも弾いてるんですけども、ヴィンテージピアノ、古い、こういう電気エレキピアノとか、オーディオとかの修理も、自分でやってます。演奏者の視点から、こう直していったりとか調整するっていうのってなかなか少ないと思うので、まあ僕自身が一番この素晴らしい楽器を維持をしていきたい、今後ずっと長く残していきたいっていう、まあ思いから始まってるんですけど、なんかメッセージとかね、概要欄にメッセージ、メールとかあるので連絡していただければなというふうに思います。それでは、また、お会いしましょう。今日はありがとうございました。